ボニーの出生が確定していった初見読みの部分で俺リアクションすらしなかったもんね。親父がクマだっていうことはなんかまだ確定してなかったんですけど、まあほぼ濃厚だろうがもう常識になっちゃってたんで、そのぐらいまあ皆さんもそういう人多かったじゃないか。まだ確定実はしてなかったんですけど、クマのまあ実の娘であることが、明らかになったと。まあいろいろ消滅したんだよね。まずボニーの実年齢子供説っていうのも完全に消滅する。でまあビブルカードとかでは実年齢24歳って書いてあるんですけど、24歳かどうか定かじゃない的な雰囲気があるんですけど、もう24歳が本当の年齢でいいような気もしてくるというかね。クマが今47歳なんで、まあ23歳ぐらいの時に産んだ子供、これがボニーであり、今は成長して24歳の姿になって、子供の頃この研究室施設には来たことあるみたいなね会話があるんで、まあ、10年前とかね昔来たことがある的な雰囲気があった、まあ、14歳ぐらいの時に来てたとか、もうちょっと前のこと言ってるのか、なんか違和感がないね、このここの数字にね。もうちょっと若いのかな、18歳とかなのかな、ルフィと同い年とかでいいのかな、19歳で10年前9歳の時に研究施設に実は来てたみたいな。まあだからこれでなあの何よりも悲しさを覚えたというかね、ボニーに関しては無限の可能性があったんで、実は年齢操作が いろいろあってルフィのね母親だったんじゃないかとか、エースの兄弟なんじゃないかとかね、エースの妹説、エースの姉説とかね、いろいろあったんですけど、考える意味がもうなくなったというかね、いろいろあったよな。これもう15年ぐらいなのかな、ボニーが出て。ボニーに関しては死ぬほど考察ありましたけどね、それをもう考えることができなくなるのが若干寂しさがあるというね。まあそれで言ったら空白の100年もウィーブルのイケメンエピソードもいずれ歴史に残す一大事件を起こすっていうのとかもね、考えに考えていろいろみんなで想像してますけど、これも考える必要なくなりますからね、数年後とかね答えが出ちゃってね。で実はレベリー編でサボとボニーが会っていることが確定しましたと。でそれをねなぜか気を使って言わないボニーっていうのがあったんですよ。もう言えよっていうね、これ言わないままそのまま行くんじゃねえだろうなみたいな。ここで言わせないということは、言ってしまったらルフィの性格上サボを助けに行くから、なんかメタ的なまた視点ですけど、小田先生はここでボニーに言わせるわけにはいかないって話なのかな。ルフィの性格を絶対に優先するでしょうから、ルフィはこんなことしない、ルフィはこんな行動しない、ルフィらしくないみたいなの小田先生は絶対にこだわってるはずなんで、ここでサボに何があったかをボニーに言わせちゃったら、エッグヘッド編の冒険中止してルフィはサボを助けに行くはずだってなっちゃうから、言わせるわけには行かないから、まあいいかっていう、ことにしてボニーには言わせなかったっていうメタ的角度からの方向でいいのか、ほぼなんか合ってるような気がするよこれ。でそのまま、ボニーとは別れてしまって、結局そのことは知ることはないまま次の島に向かうのか、エッグヘッド編終わりぐらいでありがとな、いろいろ麦わら、おかげで父ちゃんクマの人格は元に戻せるかもしれない、そういえばレベリー編でサボに会ったぜ、こんなことになってた、マジかそれっつってルルシア王国のどっかに向かう可能、助けに行く可能性とかもね、あるんでしょう。なんか感覚的に言うとワンピース争奪戦とサボ救出っていうのはなんか逆ルートの気がするんでね、ルフィがそっちに向かうこう気がしないというね。これね想像したんですけどね、サボとボニーがどこで会ったかだよね。まあレベリー編の真相って1コマ目2コマ目4コマ目はねブワって分かってて、3コマ目だけが分かんない今状況だと思うんですけど、3コマ目がマジで分かんなすぎて、ボニーとどこで会ってれば自然なのかとか、で結局革命軍とサボとボニーっていうのは全部違う行動をしてるじゃん、違う場所で、でもサボとボニーが会ってたっていうのなんで、なんかいろいろ想像してみたけどなんか辻褄合わないよね。例えばクマ奪還っていうのをお互いが目指してるから、どっかで会って同じ目的を持っていることが分かって、そこでも結託して一緒にクマを助けて奪還して逃げたと。結果としてなんでサボと一緒にいねえのとか、なんで親父についていかねえのとかもあるし、でなんでサボはその状況で空の玉座 見るのとかね、なんか助けて革命軍の船に乗り込む直前ぐらいのところでなんか どんな話になったらそれぞれが別々になるんだっていうさ、なんか違和感しか残んねえんだよな。その筋はなんか知り合いなのかな、もうすでにボニーと元革命軍なの分かってるはずだもんね、娘のボニーはね。じゃあリンドバーグカラス
あとは親父のことは任せた。親父の人格を戻すためにエッグヘッドに行くぜみたいな感じでボニーが言ってて、で単独船でエッグヘッド向かったっていう話なのかな。でなんか船でエッグヘッドに来てることは若干確定してんだよね、確かね。自分の船はあのメカシャークに食われちったみたいな話はしてるんで、そもそも最初から結託してなかった方が自然なのかな。それで言うとね、革命軍は革命軍でクマを奪還して逃げおおせることができてた。でまあサボがコブラの気配なのかビビの気配みたいなのを感じて、ちょっと先行っててくれ、俺は残るって言って先にクマとかは行かせて、一人で空の玉座方面に見聞色なのか目視で見たのかは分かんないですけど行って、でそこでそのコブラ殺害の真犯人と空の玉座に座る何者かっていうその真相を見てしまった。でサボが見てしまったことに気づいた五老星とかサイファーポールが追ってきて、それから逃げるようにルルシア王国まで避難したみたいな。ボニーとどこで会ってんのって話じゃない。でもこの筋も一緒に空の玉座に行ったとこまで見に行ったのかな。なぜかボニーが革命軍の、あこれもあるな、革命軍の可能性。レベリー編の真相が結局3コマ目だけが分からなすぎて、何があったらそうなるんだっていうね、結果はもう全部出てんすけどね。リンドバーグ、カラス、モーリーはカマバッカ王国に帰ってクマを奪還して戻ってきたと。でクマ人格は戻ってません。でボニーはめっちゃ離れたエッグヘッド近海に一人いたと。でサボはルルシア王国まで逃げてたんすけど、イム様の攻撃に遭ってると。でビビだけは全くもって行方不明だ。でさらにそのマリージョの中のことで言うと、チャルロス星殺人未遂っていうのがでありましたと。でミョズガルドがその犯人を逃がしたとされている。でそこに神の騎士団が介入してきて話がややこしくなっているっていう全体像がそうなんですけど、ボニーこっちにも関わってんのかとかね。結局レベリー編の謎一つも分かっていないのにサバはやっぱり失踪するのかさ。まあそうだね、結局結局分かってないって言い切っていいのか。まあ、一応コブラは死んでて、サボは生きてはいるとかね。で、クマは一応無事に奪還できてはいるとか、進行はしてんすけどね。全部は明かされてないという。肝心なとこが分かってないっていう。うん、まあ、そんな感じの話をさせていただきました。どうなるんでしょうかというね。これ、だからルフィの物語に直結するんでね。ボニーの言い方によっては、もうサボをそのまま助けに行くとかね、そんな流れにもなりそうなんで。エドマルスさん500円ありがとうございます。最新話1、ボニーはルフィとサボの関係を知ってる。2、ニカカになるのはニカも同じことを思ってるから。3、ボニーはベガパンクの姿を知っている。ベガパンクが7人になったのはここ十数年最近の話。4、消すべき灯火ベガパンク説、政府にとってこれ以上の研究は不要。5、クマセラフィムは大人なのかでかい子供なのか。考察も踏まえて政府はベガパンクの研究はセラフィムを最後に不要だと判断、もしくは危険とみなされた。ベガパンクは五芒星のマークを使ったり、本体はステラと呼ぶ。ステラはニコラテスラもあるが、星、惑星の意味もある。ベガパンクは他の惑星に行ってみたいのではないか。それが政府にとっても不都合があるかもしれない。なるほどな。ステラとニコラテスラっていうところの若干の一血も含めて、とにかく星か五芒星とかね。ベガパンクの夢としては天候を操作するっていうのも意味深に描かれましたけど、最終的には星行きたい。うわでもそれはすごい、なんだろう、科学者としてというか人類の歴史がそれを裏付けてくれるというか、科学を発展させていったその先に宇宙がどうなってるのかっていう興味に変わって行き月に行くとか、ね、それこそがアポロ計画だったんですけど、そこに繋がっていくっていうのはすごいストレートだよね。自然だよね。ベガパンクの興味も宇宙に向けられるっていうね。でそれを指し示すように本体がステラで、ステラっていうのがイタリア語では星を意味すると。イタリア要素そんなねえんだけど、アメリカ要素が強くあって、でアポロ計画っていうことで言うと、アポロ計画にイタリアもなんか協力したりしてねえのかな。いやイタリア関わっては来ねえな。 NASA による人類初の月の宇宙飛行計画、ジョン・ F ・ケネディの一言で始まったアポロ計画。マジでこの辺関係してくんのかな。アポロ計画なんかすーげえ匂うな。ゴムゴムの UFO、 ステラは星、バルジが銀河の膨らみ、ベガがこと座の一等星、だから宇宙要素あり、でアメリカ要素あり、ベガパンクのロゴマークも宇宙服のね仮面っぽいのもお出しみたいなので、アプロ計画のこともちょっと調べるか。江戸丸さん熱いところをありがとうございます。